瞬間がドキドキだね。両替キープを行いますか。はい、こんにちは、クレッドチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでことでね、本日は全店流行中アームサイズ不一致攻略法というタイトルでお送りしていこうかと思います。それでは参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りの方は5月20日土曜日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、こちらをご覧ください。はい、というわけでね、本日はまずはこちらの大きなシュモクザメでしたかね、を狙っていこうかと思います。でね、最近ねラウンドワンさんがね、あのゲット率低下を考えたね対策という感じになっているんですがね、今回ね、最近大きい景品に小さいアームを当てるというね、に設定にするという、ちょっとね、あのなかなかあの癖の強い設定をちょこちょこしてきているんですよね。でね、これこのサメね、結構でかいんですよ。実際70センチぐらいはあるんですけどね、そのサメに対してこのアームサイズ正直小さいです。ですがね、これ小さいからこそできる攻略法もあるんですよ。というわけでね、今回それを見せていこうかと思います。で、今ねちょっともう3点目になっちゃっているんですがね、このアームサイズが小さい時にはね、このサメはね、尾びれですね、尾びれ、尻尾ですね、にねこう引っ掛けることができるんですよ。これどうでしょう。あ、この感じですね、この感じ、この感じ。はい、これね、特大アームだとねちょうど抜けてしまうんですが、このアームサイズの場合だけこのね、あの尾びれのこの Y の字っていうんですかね、が引っかかってね、いい感じにここが使えるんですよ。で、ここもシールドに乗ってきたので、これつまみ寄せていきます。そしてもう一つこれですね、このつまみ寄せ、先ほど言った奥アームと手前アームの隙間にね尾びれが引っかかって、うまいことつまみ寄せることが可能なんですよね。なのでこの辺をあの頭というかね、攻略法に自分のね持っていると、そこんなに難しくない設定になっております。というわけで文字でいきましょうか。右アームを景品にぶっ刺しながら、しっかり持たないようにして奥アームと手前アームで引っ張り出す。おっと、いい感じですね。なかなかね、私のこれ思っている通りに動いております。これおそらくね、アームサイズがね特大であとね、こういう動きしてくれないと思います。なのでね、このサメの時にね、このちっちゃい方のアームだとね、こういう攻略法があるので、皆さんやってみてください。はい、というわけでもう一度同じようにつまみ寄せていきます。さあどうだ。はい、来ましたね、無事にマッチョがつまみ寄せでゲットです。はい、リプレイで見ていきましょう。ここね、クルリンパ、これ絶対ダメです。なぜかというとね、このシュモクザメ顔がね、このフックのようになってるんですよ。これクルリンパしちゃうとね、絶対引っかかっちゃうので、先ほどと同じようにいい感じにつまみ寄せれるので、そのまま行きましょう。しっかりね、これ左肩上がりになっておりますよね。で、最後アームが動いた瞬間に景品が少し引っかかっていたのですが、取り出し口側に落ちてくれましたね。はい、というわけでね、この景品サイズで、このアームサイズ中ぐらいっていうんですかね、の時はつまみ寄せが効果的かと思います。はい、というわけで続いていきます。これね、隣にあったんですけどね、100センチでした。はい、100センチの、サメかな、クジラかな、どちらか忘れたんですが、狙っていこうかと思います。で、見てください、このアームサイズ、先ほどと同じでしょ。70センチの、サメに対して、今度は100センチのサメでも同じアームサイズなんですよ。これなかなか手強いです。そして今見ていただいたと思うのですが、パワーが全然ないんですよね。頭の重心をね持とうかなと思ったけど、先ほどのサメの設定よりパワーがないような気がしました。よほどこれね、取られたくないんでしょうね。で、今度はね、一旦撤退して、今度は下半身を振っていこうかと思っております。
でね、パワーが足りないときはね、軽い方を振るっていうのが一つの攻略法になってくるんです。まあ、逆に言うとそっちしか動かないっていう言い方もあるんですがね。なので頭を支点に下半身をこれ振っていこうかと思いますが、アームサイズがちっちゃいプラスこれね、あのパワーが本当になかったんですよね。なのでね、浮きもしないんですよ。はい、これね、ですがね、今回ねちょっと頑張ってみようかなと思ってね、いろいろ考えてやっていくんですよ。もう一度いきます。やはりね、少しね、あの狙う位置が変えれるとね、動いたりするので、さあこれもどうでしょうか。下半身しっかり持っているのですが、1ミリも浮かないんですよね。うん、これどうなんでしょう、誰が設定したんですかね、これね。はい、というわけで、ね、気分転換で色変えてみました。あのやっぱ景品のね、個体差とかいろいろあるんで、その辺でやってみたんですが、このね、グレーの、まあ、サメといいましょうか、サメね、これめっちゃペタペタになってるでしょ。多分あの倉庫から出しっぱなしっていうかね、出たと、あの出てすぐだと思うんですけどね、平べったい分ね、横に幅が広いんですよ。なのでね、これ私正直ミスりました。あのアームが入らないんですよ。見といてください、これね。あの奥アームと左アームをある程度景品に入れようとすると、右アームが尾びれに刺さるんですよ。そして頭の方を掴まおうとしても頭掴めないんですよ。あのまあ これ見といてください。頭の方を掴もうとするんですけどね、するとね、この奥アームがね、ボディに刺さっちゃうんですよ。というね、もうたまらん設定でしたね。はい、というわけでここはちょっと愚痴プレイでしたね。はい、というわけでここは残念ながらこのパワーがなかったんでね、ちょっと攻略できませんでした。はい、撤退です。はい、続いて先ほどと同じあの設定に戻ってきました。そしてこちら、あの種類は変わっているんですが、こちらホウジロザメかな、うん、サメですね。とりあえず狙っていきます。で、先ほどと同じようにね、下半身をまず振っていきます。このちっちゃいアームからこの尾びれ、ここですね、尾びれ引っかかってますね。いい感じに寄ってきております。で、この尾びれに引っ掛けながら狙っていきます。そしてもう一度いきましょうか。もう一度下半身を振りながら尾びれに引っ掛けて引っ張るようなイメージです。さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。あっと、これちょっと真ん中持っちゃいましたね。さあどうだ。あ、でもいいですね。尻尾の方がね、だんだん角度ついてシールド側に出てきましたね。というわけで今度は尻尾を引っ張っていきます。2本つかみで右アームと手前アームで引っ張っていく感じですね。ちょうどこれ、あの尾びれに引っかかるイメージできますよね、これね。うん、これでさあどうでしょう。お、いい感じです。完璧ですね。はい、完全に今尾びれに引っかかっておりましたね。はい、これが私のね、あの今回の攻略法ですね。対策法というかね、対策法ですね。ラウンド1の対策に対して私の対策をこうさらにねっていう感じで言っております。はい、というわけでもう一度同じ感じで狙っております。このままね、左上にズリズリ持っていってね、これあの取り出し口がもう結構大きいので、お、あーっと今惜しかったですね。シールド乗りかけたんですが、残念ながら弾かれちゃいましたね。というわけで今度もうね、本当は尻尾引っ張りたいんですが、高さ的に無理なので、これ奥行き限界です。ちょっとボディ寄りになっているのですが、どういった反応を見せるでしょうか。あちゃ、これはやっちゃいましたね。残念、これはやっちゃ、こうなるかなと思いました、本当は。はい、はい、というわけでこれね、ただね、いいんですよ、これタグ見えております。狙っていきます。ですがね、これね、アームサイズがちっちゃいとタグまでの距離があるんですよね。なのでね、よりアームのねじれだったりね、目測っていうのがめちゃくちゃ難しいんですよ。なので1回目失敗です。そしてもう1回狙います。今度はね、しっかり感覚修正していきます。先ほどの感覚を狙ったところを修正します。さあどうでしょうか。はい、完璧ですね、ずっぽしです。さあ2発目でずっぽしですか。ここからどこまで引っ張ってくる。ああ、全然でしたが、いい感じにね、シールドを乗せることできましたね。先ほどと同じようなフィニッシュの感じですね、横向き。ただこれまだタグ狙えます。丸見えなんでね、つまみ寄せるよりタグの方がね、間違いなく引っ張ってくれるので、狙えるときは狙っていきます。さあどういった反応を見せてくれるでしょうか。おっ、来ないですね。これね、尾びれがね、奥側のシールドにギリギリ耐えておりますね。というわけでここ本当はね、押したいんですが、ちょっとアームのね、あの可動域的に押せなかったので、くるりといきます。おっと、これは大丈夫か。はい、無事にマッチョがくるりんぱで
けて、はい、リプレイで見ていきましょう。これね、下まで持っていったらダメですよ。絶対ストップボタンでね、本当景品に当てないようにしないといけないです。ここでストップボタンを押してワンボデを景品に当てないようにします。そしてそこから上がっていくときにアームで景品にね、こう添えてという感じですね。はい、というわけでね、完全にこのね、景品の形とね、アームサイズを読み切ると、まあまあいい感じに攻略できましたね。はい、というわけで900円でサメさんゲットです。はい、というわけでね、本日は一応アームサイズのね、不一致での攻略法という感じになりました。まあパワーがね、そもそもないとね、その攻略どうこうっていうところもできないんですが、まあ2体サメさんいい感じにゲットできたかと思います。この動画が気に入っていただければチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いいたします。それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。